皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。はい、今日の動画はケンタッキーとマクドナルドの商品で宅飲みしていきたいと思います。この新商品のガーリックホットチキンが出た時、一刻も早く食べたかったんだけど、大好きなベーコンポテトパイも出るっていうことで2つ揃うまで待ちました。まずはマックのベーコンポテトパイ、1つ170円。そしてケンタッキーの新商品ガーリックホットチキンが1つ1ピース320円。オーブントースターでちょっと温めたから、もう匂いが激ヤバ、早く食べたい。今日のビールはスプリングバレー。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。やっぱ暖かくなってくるとフルーティーなビール美味しい。熱々のうちにガーリックホットチキンをまずいただきます。レッドホットチキンあったし、ガーリック系のチキンもあったけど、それを組み合わせたのは初めてだと思う。辛い系のチキン食べるの久しぶりだからかもしれないけど、結構辛さ感じる。ケンタッキー独特の味付けの濃さもあって、そこにニンニクのパンチと香ばしさが効いて、最高の酒のつまみ。結構辛いよこれ。ベーコンポテトパイ。相変わらず美味しい。コールスローのせやりたい。見るからにザックザクでしょ。歴代トップクラスで衣の存在感すごい気がするんだけど。衣が全部剥がれちゃう大惨事。このチキンの衣のザクザク感も好き嫌いあるんだろうね、きっと。あんまり衣の主張が強すぎてもさ、チキンを食べてるんだけど衣をひたすら食べてるような感覚になっちゃうもんね。今全然衣がないとこ食べたけど、お肉の中までしっかり味染みてる。2本目は動画で飲むのは久しぶりかな。氷結無糖レモン。何でもそうなんだけど、私一回ハマっちゃうと飽きるまでハマっちゃうのね。だから氷結無糖も一回飲みすぎて、あ、ちょっともういらないみたいになった時期あったんだけど、最近また味変でちょくちょく飲んでます。
貝の周りの食感と内側の食感の違い、あとは中のベーコンポテトの程よい塩加減とベーコンの香ばしさ。クリスピーのコールスローのせは食べるの簡単なんだけど、チキンにのせると難しいんだよね。ガーリックホットチキン3ピース別々の部位で食べたけど、やっぱ今までで一番衣の主張が強い気がする。ちょっと分厚すぎるかなって思うところもある。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はケンタッキーとマックの商品で宅飲みしてみました。ベーコンポテトパイは安定の美味しさでした。ガーリックホットチキンに関してはちょっとコメントでみんなの意見も聞いてみたいなと思う。なんか全然関係ない話だし、全然意味わかんないタイミングにするけど、いつも動画を見てくれて、コメントをくださってる皆さん、高評価くださってる皆さん、ありがとうございます。いつも全部コメントチェックしてます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きもお芋